皆さんこんにちは、棋士の戸辺誠です。今回の将棋ウォーズ対局は、私の中飛車なんですけれども、7三桂急戦対策となっております。それでは今日も攻める一手、お前が後手だ。対局開始、お願いします。はい、ということで、後手番となりました。さあ振り飛車目指していきましょう。はい、角道開けて飛車先ついてきてということで、一番多い出だしのオープニングなんですけれども、ではご機嫌中飛車をですね、後手番で目指していきたいと思います。5六歩を突きまして、はい、そして次に5八飛車と回っていくということですね。はい、もう画期的な、もう4手目にしてね、なんかワクワクしてきますね。はい、はい、飛車先をついてきました。これで5八飛車と回って、ご機嫌中飛車完成ですね。もうあっという間にね、たった3手でね、ご機嫌中飛車のね、基本の形ができます。そして、飛車銀が上がってきましたんで、これに対しては、いろいろまああるんですけど、一番多いのは5五歩ですね。5五歩と位が取れるときはこの位をね、しっかり取っていきます。居飛車玉囲ってくるんですけれども、ここのね、5五の位が取れますと非常に安定します。5五の位が取れましたら、飛車先を角で上がって守っておくと、これでねちょっとね一安心ですね。うん、でご機嫌中飛車はその組めると結構ね、あの楽しい戦法なんですけども、やっぱここの組むまでのね、手順、このなんかちょっと飛車、角、特にね角がこう向き合ったままなので怖さはあるんですけども、まあ、5五歩取れて7七角まで上がれるとちょっと安定するので、まあ、ここまで一安心。ただ一安心できないのがこのね、7四歩っていうので、これまあ超速、超速3七銀っていう戦法なんですけども、これ銀がね、ニョキニョキと出てきますね。この銀がニョキニョキ出てくるのには銀で、対抗しておきたいので、はい、6八銀で出てきたら、あ、銀じゃない、桂馬だ、珍しいね。これ桂馬ぴょんぴょん作戦かもしれない。これあるよね、これは銀、まあ今ね銀上がってきたら銀銀って対抗しようとしてたんですよ。でこれね、あの相手の局面見てなくて銀をヒュイって上がってしまうと桂馬ピョーンと飛ばれて両取りでゲームオーバーですから、これは結構まずいので、はい。で桂馬飛んできましたね。これすぐね飛んで来ないかもしれないし、飛んでくるかもしれない。で、いつ飛んでくるかわからないですよね。で、玉がまだ戦場に近いので、まあ一回ぐらいは上がっといてもいいんですけども、まあちょっとわかりやすく桂馬跳ね、桂跳ねをね、防いでおきましょう。ということで、6六歩とね、一回ついておきます。で、6四歩とついてきたっていうことは、おそらくまあこれで歩をね、ガッチャンガッチャンぶつけてこようと思うんですけど、来ると思うんですけども、まあこれで王様を、囲いに行きます。なるほどね、これはちょっと面白いね。7三桂急戦だね。7三桂急戦対策ってなりますね。はい、でですよ、まだ玉寄って大丈夫だと思うんですけど、まあ、銀を上がったりする手もあります。こっち上がるとね、5七に上がっちゃうと5五歩取れるんで、これよ、まあ寄っておきましょう。まだ大丈夫ですね。で、そろそろ6五歩ね、ぶつけてくるんじゃないかなと思うんです。端ついてきましたね。端は受けておきましょう。美濃囲いの時はね、端を突き合われたら受けると。突かれたら受けて突き合っておくということですね。で、6五歩、ついてきました。ここね、結構なポイントになります。これ取っちゃダメなんですね。同歩って取ると、同桂と取ってこられて、6六角逃げて8六歩ってやられて、まあ、飛車と桂馬のね、そうですね、あの強力によって飛車先を突破されてしまいますんで、これ6五突かれたら銀を上がって受けておくというね、覚えておくといいと思います。6五歩には6七銀ですね、上がって、まあ、これで6六歩取り込まれたら同銀と対応しておくのがね、はい、いいですね。まあ駒がぶつかったら取る手からまず考えるんですけれども、取ってまずい時は取られた時に対応できるようにしておくっていうことですね。6六歩同銀で、まあ、もしこれ6五歩って打たれたら銀下がっておけば大丈夫ですからね。おそらくこれで何かしら応援部隊というか、あ、来たね、8六歩ね。で、まあ、歩で取るか角で取るか問題なんですけれども、まだちょっとこうバラバラで角で取るのはやや危険ですね。角で取ると場合によっては飛車バサッと切って角とか打ってくる可能性があるんで、この場合は歩で取っておきたいですね。はい、8五歩とか打ってくるのかな。
ちょっと強い方だったらね、8五歩とか継ぎ歩をしてくるっていうことがね、考えられるんですけど、あ、やってきましたね。で、これ8五歩結構いい手で、8五歩以外の手だったら全部3八銀って上がりたいんですけど、8五歩ですね。で、これは同歩って取ると同桂からバン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 攻めてこられちゃうんで、これはちょっとまずいです。まあ、仮想戦で少しやりますけど、これ取れないんで、これね、覚えておいてほしいところですね。7八金と、左側をしっかりケアをしておいて、取り込ませて8八歩と受けると。これもあのパターンなんでね、これで覚えておいてください。で、何はともあれ銀を上がると。そうですね、ここまで組めればね、ちょっと一安心ですね。相手の手が結構早いところを見ると、結構差し慣れてるのかなと思うんですけども。さあ、これで、ですね、まあ、ここ安定してるから大丈夫ですね。飛車を浮くか、角を引くかっていうところですね。まあ、飛車浮きかな。よりもあるんですけどね、まあ、飛車を浮いておくのがいいかなと思います。浮いてちょっと様子を見る。で、この辺を飛車浮きか、飛車浮きね、これ金がニョキニョキ出てくんのかな。金がこれね、形としてはね、飛車を回るのがいいんですが、飛車を回ると金がニョキニョキ出てくる可能性がありますね。だからそれをどう見るかなんですけど、飛車回り、金上がる、角引く、金ニョキニョキ、桂も跳ねる。いやー、ちょっと難しいですね。どうなってるかね。まあ、だとすると、ちょっと様子を見て、角引きぐらいで対応しといた方がいいのかな。こうですね。角を、6八に引いて、7七桂と使ってあげるのも、これ一つ形なんでね、覚えておくといいと思います。はい。打ってきましたね。で、銀を下がって。で、銀は4六に上がって5五の歩を取られないようにして、はい、相手も早いですね。結構差し慣れてるのかな。ついてきました。で、まあ、これ取らなくても大丈夫な位置ではあります。取ってきたら同飛車とね、取ることができますんで、5七角と上がるか5四歩と突くか、これ結構難しいとこではありますね。いろいろある。あと、まあ銀を上がってで取って飛車回るとかもあるかもしれない。ただ迷ったらちょっと引きつけたい意味もあるんで、同歩もちょっと魅力的だな。いや、ここ結構考えどころなんですよね。どれがいいかな。ちょっと時間もだいぶ減ってきてるから、銀立ち、同歩、5七角、5四歩全部魅力的なんだけど、まあこれは銀立ちかな。まあ、ちょっとわからなくなってきたら、まあ自分の感性というかこんな感じかなっていうのを信じてやってみたいと思います。まあ、4五銀と上がって、まあ、これで取り込まれたら、同飛車取れるんで問題ありません。で、まあ、ここ5五がね、一瞬ちょっと、数が足りなくなるんですけども、5五銀と出られたら3六飛車と回ってね、ちょっと玉頭の方に、攻撃をスイッチしていこうという作戦ですね。はい。まあ、でもこんな感じで、戦えれば、五銀中飛車のね、そうですね、機動力っていうんですかね。一回、だからポイントとしては、8筋とか6筋8筋を攻められた時に、なんかこう、単純に同歩ってじゃなくて、なんかこう、美濃囲い完成するまでは、一気にこう潰れないように耐えるっていうところですね。はい。一回ね、我慢するっていうのが重要ですね。さあ、歩が伸びてきましたね。これは多分、飛車回りを狙ってますね。飛車回られると、ちょっと嫌かな。歩を打つとかも魅力的。歩を打つと銀が下がるのかな。飛車回ってくる可能性もあるのかな。歩打つ。なんか歩を打って決戦したいような気がしますね。歩を打って、飛車回って、取って、なって。まあ、歩を打ってみましょうか。これね、次、こう、飛車回ってくるんですよね。で、飛車回られると、この成りが受けにくくなるんで、まあ、飛車走りか、歩を打つか、まあ、歩だな。辺はちょっとこう丁寧めにやってみましょう。歩を打って銀取り、歩が鳴って飛車回ってくるか、単に飛車が回ってくるかなんですけど、まあ飛車が回ってきたらそこで飛車をバチンとぶつけてやれば、銀取りがね残ってますから忙しいんじゃないかなという狙いですね。でもしこれ銀がこっちとかこっち下がってくれば、銀がいなくなるんで、まあ、角とかを上がるような手が、結構ね、はい、いい感じでできます。はい、ちょっと私も考えながら、あ、歩成りか。歩成りね。これは結構いい手な気がしますね。歩成りか。まあ、これ取るしかないですね、同歩。もう一丁歩成ってくるのか。
もう一丁歩が成ってきた時に9五角と飛び出るか同金からさばいていくかでちょっと迷いますね。まあもうこれも分かんないんで、もう感覚でこっち行ってみましょう。なんかこうと金でこっちに来てもらう分には怖くないんで、はい、こっち取らせたいです。今同金で取ると飛車成られちゃいましたからね。はい、ちょっと時間が少なくなってまいりましたので、私もちょっとスピードアップして進めていきたいと思います。飛車回ってきましたか。銀を取るか、桂を取るか、まあ、これ桂取りたいね。いけ、桂馬を取って、はい、でこうと金がこっち側に来ましたよね。でと金が玉の方に来ちゃうと嫌なんですけど、ちょっとそれてくれたんで、さあここはね、リードするチャンスですね。5五歩と銀を取るか、6四馬も魅力的だ。6四馬同銀7六飛車結構魅力的ですね。5五歩飛車がなって銀出とかも魅力的、桂打ちも魅力的。5五歩かな、結構迷う。取って取って飛車走る、桂跳ねてくるのかな。だからそれで飛車下ろしとくのもかなり実践的というか魅力的ですね。まあこっちかな、やっぱ飛車欲しいね。飛車取って取って王手ならなきゃと跳ねてくるんでしょう。ちょっと強い人だったら桂馬、あ、歩打った。桂馬もちょっと気になったんで、桂馬が跳ねてきたらまあこう飛車下ろしておこうと思ったんですけど、これは味よく取れますね。これちょっと優勢になったんじゃないかな。王手銀取りはね結構いい感じでね来ましたね。これ角成りを狙ってますが、攻め合いでいきましょう。飛車をズドンとなって、角成りはちょっと嫌なとこではあるんですけど、まあ桂馬を打つなり、飛車を下ろすなりすれば攻め合い勝ちが目指せそうだ。よし、桂馬を打っていきましょう。ちょっと金は怖いところですけれども、まあすぐには寄せがなくてしのげそうですね。この桂馬結構厳しいですね。金を狙ってと金が少しこう離れた瞬間にね、その瞬間にこう先手先手を取っていけてるんで、あ、打ってきた。あ、結構強いじゃないですか。これちょっとしのぎどころですね。こう取って詰みを、読めれば一番分かりやすいんですけれども、ちょっとまだはっきり詰むかどうか分からない。なので同金3九角怖いんですが、一回取りましょう。取ってちょっとしのぎに行きましょう。取って、でも同馬なら金弾いて大丈夫なんで角打たれるんですけど、まあ寄ります。で寄った時に金駒が1枚もないんで、すぐには寄せがないわけですね。で金を取ってくると思うんですけど、これでまあこれ金打たれちゃいけないんですけど、この瞬間自分の手番になるんで、これで銀を弾いてあげるということですね。で角もらえれば相手の、形、相手の玉寄せるのは結構簡単になってくるんで、これで桂馬なっていけば勝てるんじゃないのかな。桂馬なって、桂馬なっていきましょうか。金を取って、多分これで角をもらえれば勝つでしょうという読みです。はい、これでね、好きな時にこの角を3九銀と取れますので、角がね七駒になってる状態ですね。はい、さあ角をもらうとどういう罪があるんだ。角をもらうと、金を取って同銀で角打って、はい、角切ってきました。これで角がもらえた、角ゲット。もう銀打って、そうですね、まあ、これで王様は、こちら1七に逃げ込んで、まあ、これでそうですね、寄せの手を、やっていきます。さあ詰め将棋ですね。詰み、一目詰みと読みたいですけど、飛車角金金と金2枚ありますからね、一目詰みと読みたいです。竜切りも視野に入るところですけれども、先に金を取って、同玉なら飛車で一手攻めなんで同銀と取ってくると思うんですけど、さあどうやって詰むんだ。角でいいのかな。角を打って上がって角ぶっちんして並べてけば、おそらく金がねたくさんありますからね。はい、金に物を言わせて、これで角を打って、金とか飛車打っちゃうと斜めに上がられて詰まないんだけど、これで角をこちらに飛び込んで、竜を竜で下をさらってあげると、詰みが見えてきますね。これ大駒で、飛車金桂持ってますんで、どっから行くのがいいんだろう。飛車か、飛車から行きましょう。飛車で上逃がさないようにしておいて、合駒して桂打って金を打っていけば詰みですね。ありがとうございました。はい、それでは感想戦やっていきたいと思います。はい、本局はですね、私の、ご定番の、中飛車でした。で、
超速3七銀戦法かなと、7三銀出てくるのかなと思ってたところで、本局はなんと桂馬が飛んできました。はい、まあ7三桂急戦ですね。これは結構あるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、これ注意しなくてはいけないのは、なんかもう超速だと思ってしまって銀上がると桂馬ピョンと飛ばれて、まあこれはもう両取りですね。これはもう、そうそう、参ってしまいますので、これはまあ、一つ気をつけなくてはいけません。で、また、そうですね、これ、すぐには桂馬跳ねてこないと思うんですけど、まあ、いつ跳ねてこられるかわかんないですね。まあ、この辺まで囲いあったら、もういきなり跳ねてくるかもしれません。桂馬ピョーンって跳ねて、角上がって、歩突いて同歩同飛車。まあ、イコール負けではないんですけど、結構、これは嫌な思いしますね。はい。なので、一手6六歩と、ついて、まあ、桂跳ねを、そうですね、単純に飛んでこれないようにしておく必要はあると思います。で、歩ついてきて、これはまあ、継続手になってくるんですけれども、まあ、すぐに飛べない形を作ったら、美濃囲いに玉をどんどん囲っていくのがいいですね。で、玉を囲っている最中に、まあ、端も疲れましたけども、端はちゃんと受けて、で、歩がぶつかるわけです。で、ここ一つ目のポイントになってきます。歩がぶつかりました。6五歩ですね。で、これを、取ってしまいますと、同桂。これ先ほどと似てますね。6六角に8六歩同歩同飛車と、飛車をさばかれてしまうと。うん、これも結構嫌ですね。8八歩と受けて、まあ、8七歩と、打れてと。はい。かなり嫌な思いをします。攻め込まれます。はい。なので、これもできれば避けたいと。いうことで、これ6五歩をね、取らないっていうのが一つポイントです。かといって、金を締まってしまいますと、やはりここ取って取って突かれるっていうところがありますね。だいたいこう、角いなくなって8六突かれてしまいますと、これ、まあ、居飛車の必勝パターンで、飛車先突破されてしまいますので、まあ、これを6七銀と上がっておく。これがね、6五歩に対して6七銀と上がって取らないっていうのが一つ目のポイントになります。で、取って取って。で、8六ついてきたんですけど、まあ、これはだいぶ、強い人のやり方ですね。はい。まあ、普通はまあ、なんか銀をこう上がってきたりとかして、まあ、美濃囲い行くんで、で、まあ、銀が上がってきたりして、まあ、歩がぶつかるとか。あるいは、ここでこう銀が上がってきて、まあ、飛車寄るとか。まあ、こんな感じの将棋に、なるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、実戦は8六歩とね、さらに、強く来られました。で、これは同歩と取ります。で、8五歩と来ました。ここでね、2つ目のポイントですね。ちょっと対局中は解説しきれなかったんですけれども、これ同歩って取ってしまいますと、同桂と桂馬が来ます。で、まあ角取りなので慌てて角が逃げますけれども、まあ9七桂ならずとかやられると、もうこれ飛車がすごいね、素通りで成られてしまいますから、だいたい一方的に飛車が成られてしまいますと、振り飛車結構苦戦しますよね。はい。なので、これはまずいとしたもんです。で、もう一つ、取って同桂に、8八飛車と回って切り返すっていうのは、これ振り飛車の手筋ではあるんですけれども、これにはですね、7七桂、ならずときまして、はい。ならずがポイントなんですね。ならない。で、飛車を取って、まあまあに見えるんですけれども、この8二飛車成に対してはですね、6九桂成とね、ならずを生かして金をパクッと取られてしまうと。で、こうなりますと、飛車はもらったんですけれども、やっぱり金1枚多く取られてしまってるんで、これは、振り飛車がまずいですね。なので、この8五歩の、これ継ぎ歩攻めっていうのかな。はい。この継ぎ歩攻めに対しては、7八金と上がっておきまして、取り込ませてだいぶ損に見えるんですけれども、8八歩と頑張っておくというのが、大事になります。まあ、このね、歩取り込まれて受けるっていう図は、まあなんか見た目的にはかなり苦しい印象あるんですけれども、よく考えてみたらですね、もともといたこの8五の歩がちょっと伸びてきただけなので、はい、むしろ歩交換されてなくて、駒台にいるよりここにいるだけなので、まあこの形っていうのは、ここに8五歩、8七歩の形とそんなに変わりないと、そういうふうに思ってもらえれば、いいのかなと、はい、いうふうに思います。とにかくこれでね、簡単に、潰れないようにするっていうのが大事で、この、
なんだろうな、7三桂9線っていうのはもう桂馬と飛車の力だけで軽く吹っ飛ばしてやろうっていうような作戦なので、そこにね負けないように一回食い止めておくっていうのが大事になりますね。でここさえ食い止めてしまえば、美濃囲いに囲って飛車を浮いて、あとは実戦のようにこう角、引いてですね、ちょっとまあ実戦では差し切れなかったんですけれども、まあ、例えば相手がなんかちょっとこういう何もしてこなければ、7七桂とか跳ねてですね、はい、まあ、なんかこの辺をこう角上がったりとか、なんかこの辺をぶつけてほぐしてってあげれば十分手になっていきますので、はい、まあ、このぐらいになってくると、なんていうかな、戦っていけてるかなと。こんな感じになってくるとね、なんかこう中飛車の軽快さっていうのがね、伝わってくるかなっていうふうに思いますんで、まあ、まずは、うん、6筋と8筋ですね、こうケアをすると。うん。なんか簡単に潰されないように、ぐっとね、こらえて。で、美濃囲いにしっかり組んでから、ちょっと駒をね、ほぐしてってあげると。この呼吸をね、覚えてもらえると、これめちゃめちゃ変わってくるんじゃないかなと。序盤早々潰されるってことはなくなりますからね。はい。とね、皆さんも、桂跳ねには注意していただいて、このようにね、対応してもらえたらな、というふうに思います。対戦してくださった方、ありがとうございました。チャンネル登録、よろしくお願いします。